そう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 。持ってきた方がかっこいい。断然かっこいい、断然かっこいい。扱いやすいですね。ああ、はい、うん、そうだね。イサキもサバも一通りやったよ。いろんなもん。サバのやっぱ定番じゃないかな。サバでもリンが細かいよね。すごい綺麗に削っちゃって細かすぎちゃって、もうなんちょっともっとね、なんかこう荒々しく出したいんですよ。これなんかはヒメダイとか使ってさ。え？ヒメダイ、鱗の。ヒメダイ。ヒメダイ。だからこういう風になってきて、サバなんかはもっとね細かいですよね、リンが。例えばね、サバなんかは、あ、そのサバがね、あ、ウータンのやつサバだな。あ、これサバっすね。これ薄く入ってるけど、こういう風に、あの、なんだろうな、影響しないぐらいにしか出ないんですよね。はー、どうしても。これはボルマリンに負けちゃったりするんですよ、あのサバは。で、わりかしこう、しっかりね、乗るのが、あの、こういうやつとか、すごい、このあの字とかがうまいじゃん。いや、もうものすごいいっぱいたくさん書いたっす。すごい上手だよこれ。上手っすか。うん、あ、味が出てる、味が出てる。芸術の域に達してるよ。あの、普通のあのローカルレンジはこう、みんな人に立つんだもん。これかっこいいよね。顔いいでしょ、やっぱ。うん、これはいい、これはいい。で、これもあの目が上向いてるし、はい、この切り方がすごいうまい。うん、おしゃれでしょ、これも。うん、これ、あの薄剣が一番好きで、あの、何本も買ってくれてるもんで。でも、もうこれヒノキなんでね。ヒノキなの？これはヒノキです。で、いろいろ、あのね、こうした発泡レタンとかもいろいろ使って、これらは霧なんですよ。霧ね、霧ね。これもこれも。はいはいはい。で、ヒノキはやっぱね、純光感があってね、強いですよね。で、加工が難しいですね、硬いから。どうしても。でもヒノキ、僕一番釣れる気がするっす、個人的に。霧もいいけど。でも、こっちの方がいいっすよね。でもこんなの売ったら高いでしょ、個人で作ったら。ああ、もうでも、あんまり儲けないぐらいな。うん、千円ぐらいな話でいっちゃうっす。趣味って書いてあるんだよね。そうです、はい、160、はい、姫タイプ姫、うん、ちなみに言ってくけど、これ今全部録画してるからね。まあ、そうだ、びっくり。余った皮持って帰っていいわけですよね。そう、だってもう皮なんか使わないもん。あ、もちろん、あの、湯引きしたりとかさ、焼き縞したりして皮使うこともあるけど、皮だって捨てちゃうもんなんですよ。新鮮な皮を捨てちゃうもんなんで。それもあの材料の発注で出口さんがやるわけです。こんな人が作ってます。もじもじっとね、何箇所か出たんですか。あ、まだこっちいるよ、投げて。いるよいるよ。もうカツオだ。カツオカツオ、もうちょっピン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 、もう一回ちっちゃい。お、初めてドラグ出した。ゼンマイみたいだな。でかいカツオだーみたいな。光が、はい、カツオ。サイズアップ。